クルアンの市役所クルアンは、マレーシアジョホール州のほぼ中央にある都市及び郡ジョホールバールから北へ、バトゥパハッから南東へ、メルシンから西へ、セガマックから南へ、それぞれ約 110km のところに位置する。クルアン郡の人口は約25万人、クルアン市自体は14万人超である。マレーシアの首都、 クアラルンプールから南東へ約2 1 5キロメートルの位置にある。クルアンの街は波打った丘の上に広がる。クルアンの中心市街地は国道50号線と鉄道の交点にあり、そこから幹線道路沿いに都市が発達している。クルアンの最高峰はランバ3で5 1 0ルの高さがある。 クルワン市街からそれほど遠くない場所にあり、マレーシア最南端の主要な山脈をなす山の一つである。山頂からは市内を一望することができる。メンキボル川が市内を流れている。クルワンは内陸の町で海岸はない。クルワンは鉄道と道路により隣接するすべての群とつながっている。クルワン駅はバスターミナルでもある。 南北高速道路の最寄りのランプは、アイルヒタムであるが、南からクルアンに向かう場合は、審判ン,ンガムの方がより便利である。クルアンには飛行場があるが、軍用で、民間人は利用できない。クルアン都市圏の無秩序な拡大は1970年代から2000年にかけて、おおむね主要道路沿線で発生した。中心市街地はその間に、商業施設。 小売店の店舗数と市街面積が3倍に拡大した。広大な面積のゴムや油屋市のプランテーションの応援は再開発により住宅地に変貌した。クルアン軍の人口約25万人のうちマレー系が52%、中国系が36%、他の民族が約3万人である。年齢構成は年少人口が33%、 生産年齢人口が63%、老年人口が4%である。クルアンの名は、マレー語のクルアン、すなわちオオコモリの一種に由来する。数十年前までは、ケルアンがクルアン群に数多く生息していたが、狩猟と生息地の環境破壊によりほぼ完全に絶滅した。クルアンは1915年に、 ジョホール州中央の行政の中心地として成立した。イギリス領マラヤを南北に結ぶ鉄道が建設された、時に、同鉄道がクルアンを通ったことが、都市の成長に寄与した。道路も整備され、ジョホールバル・バトゥパハ、メルシンと結ばれた。クルアン軍は二つの軍議会に分割され、審判レンガムを拠点とする、審判レンガム軍議会とクルアン市を拠点とする、 クルアン市軍議会が置かれたが、軍庁所在地は、両議会ともに、クルアン市とした。第二次世界大戦中、クルアンの町は連合国軍がシンガポールに退却して、見放され、大きな争いをすることなく、南進する日本軍に攻略された。陸軍大将の山下智之は1942年1月27日に、本営を、さらなる南進に備えて、 クアラルンプールからクルアンに移した。その後、日本軍はクルアン飛行場をシンガポールからスマトラ島にかけての空襲の出撃地として利用した。1963年頃から1970年代、初頭に閉鎖されるまで飛行場はイギリス陸軍が王立電機機械技術部とグルカ兵の4機の航空機の共同作業場として使われていた。 1981年時点で、クルアンは、ジョホール州で第4の人口を持つ都市だったが、1991年には、人口98,669人の州、第2位に成長した。1997年9月には、クルアンスタジアムが完成、クルアン史上初となる、国際大会である、マレーシアオープン陸上競技大会が開かれた。元は、 農業が主たる産業であったが、現在は製造業の比率が高まっている。市民の経済力も高まり、各家庭では自動車を保有している。クルワンが成立した1915年以降、主にゴム栽培地として成長した。町の建設期には、巨大なゴム園がグスリー、ローペルグループ、アジアティックプランテーションズ、ハリソンクロスフィールドなどのゴム会社によって経営された。 当時、クルアンのバーの客といえば、イギリス人のプランテーション経営者、というのが常識だった。クルアン周辺の著名な開拓地、例えばゴムエインは、ランバエステート、メンキボルエステート、クルアンエステート、ウェシントンエステート、ベヌエステート、パローエステート、スプローエステート、チャメエステート。ミヨールエステート、カハンエステート、パモルエステート、ケカヤーンエステートが挙げられる。 イギリス統治時代に移住してきたインド人はクルアンにいくつかの寺院と修路主典を建設した。例えばゴム園で育ったクルアンの少年ラビンドラン長ンの興味深い伝記がある。参照。しかしながらゴム園は他の作物にとって変わられていった。現在のクルアンは広大な油やし園のみならず、パイナップル、ココヤシ、茶のプランテーションも見られる。 油ヤシのプランテーションは、マレー系、または中国系の企業が外国人労働者を雇用して経営している。ドラゴンフルーツや有機野菜といった新しい種類のプランテーションも盛んである。完全に農業依存の経済であった頃から、クルワンでは高分子化学、製紙、織物、セラミックス、塗料、電気製品などの工業が発達した。 幹線道路沿いの工業地域には日本企業をはじめマレーシア国外の企業が進出している。クルアン市内にはマレーシアの主要銀行が支店を置き、いくつかの証券会社も2000年代に進出した。工業地と住宅地の発達に伴い商業地も複数でき、特にクルアン中心街、インタン地区、クルアンバル地区の3つが大きい。マレーシアでは外食が 一般的なので、ホーカーという屋台スタイルの店舗から、ファーストフード店、カラオケバー、高級レストランまで様々な飲食店が展開する。マレー人はムスリムが多いためアルコールを飲まず、カラオケバーは主に中国系やインド系の住民に向けて営業している。ホーカーは、他の飲食店が営業していない場所や時間帯に店を開いている。クルアン高等学校クルアンは、 軍の病院、警察署、消防署を設置している。教育関係の施設は、小学校が27校、中等学校が13校、公共図書館が1館ある。ジョホール理科中等学校は、1970年代に、クルアン郊外のバトゥパハ道路沿いに建設された、国立の寄宿舎付きの中等学校で、理科に特化したカリキュラムを編成する。クルアン高等学校は、 クルアンで最も有名な学校の一つであり、チョンホア高等学校はマレーシアで3番目に大きい家人学校である。2000年から2006年にかけて他の学校が相次いで建設された。クルアンには開業順に BCB プラザ、クルアンパレード、クルアンモールの3つのショッピングモールが、これらの3つのショッピングモールとザストアなどの他の便利な商業施設はみな近接している。 このため、ある一箇所の駐車場に、自動車を止めておけば、歩いて、これらのショッピングモールをすべて回ることができる。クルアン市街から約2キロメートルのところにある、タマンスリクルアン地区には、ジャイアントというハイパーマーケットがある。全身有機公園、ベルムット山とランバ山はジャングルをトレッキングする、人々に人気がある。ベルムット山は、滝があり、 市民の憩いの場となっている。乱馬山では乗馬ができ、朝夕に健康のためにたくさんの人が登山する。審判ン,ンガムとアイルヒタムの間にあるマチャップは焼き物と時期で知られる。乱馬通り56番地にはイギリス統治時代から続く本格的なコーヒーショップのトンフォンカフェがあり、イギリス兵士の間で人気がある。 現在のマスターは2代目で1954年から店を運営している。主要な飲食店は、ホーカーという屋台スタイルの屋外で食べる店と、小規模なレストランである。インド料理、マレーシア料理、中華料理の店が特に多く、中でも中華料理は多彩で、幅広い種類の質の高い転身が、屋外、屋内を問わず提供されている。 モダンなナイトクラブやクルアンパレード内の KTV ラウンジパブがあるもののナイトライフは比較的制限されている。レンガ無診療所中山が2007年1月にクルアン市民228人を対象に健康状態や生活習慣を調査したところ男性の方が女性よりも骨密度の低い人の割合が高く特にマレー系男性は 約半数が骨密度基準値を下回っていた。また、マレー系の人は、中国系の人に比べウエスト値が高く、BMI 値も高いが、血圧性上域の人が多かった。また、運動習慣のある人は、調査対象の約7割と高く、BMI25 以上の肥満の人のうち、中国系とマレー系の女性は8割以上が運動を行っていた。 ありがとうございます。